はい、皆さんこんにちは。こんにちは。宮城県でございます。宮城県はですね、東北地方の、中心部にございます。今、桃園空港から、仙台空港へは週12便の航空機が、就航しております。でそのうち週8便はですね、LCC が就航しておりますので、台湾の若いお客様にも、お越しいただきやすい環境となっております。これからちょっと観光情報をご紹介させていただきます。まずこちらのポスターにあるということで、蔵王町の樹氷、こちらが、宮城県のこれからの冬の時期おすすめの商品となっております。こちらですね、樹氷号、ワイルドモンスター号という雪上車に乗りまして、間近で樹氷を楽しむことができます。また、宮城県には日本三景の一つ松島がございます。松島はですね、このように160の島々がございまして、その中を遊覧船で楽しむことができます。さらに、仙台市中心部には仙台市がございまして、仙台市と東京は約90分のアクセスで結ばれておりまして、仙台市の中心部、さまざまなショッピング施設等もあり、お買い物も楽しみいただけると思います。これからの季節になりますと、春の桜ですね。桜、宮城県内にもさまざまな桜の名所がございます。ぜひ台湾のお客様、宮城県にお越しいただき、美味しいご飯、そして美しい景色ご堪能いただければと思います。以上です。村長も、村長もじゃあ編集してください編集してください。はい、宮城県内に東北楽天イーグルスという野球チームがございまして、今台湾出身のですね、孫チャーホー選手、最近非常に活躍されております。で彼もですね、あさってから行われる東北6県感謝祭にも出演されますので、皆さんぜひそちらにも遊びに来てください。以上です。お待ちしてます。お待ちしております。宮城県では今 FIT のお客様向けに、2日に1回台湾に向かって観光情報を出しております。こちら Facebook を皆さんぜひフォローしていただき、宮城県の情報を入手してください。